今日はですね、珍しくこの M6 でこの東京都内から、山中湖まで行きます。今の時間が12時12分ですね、夜の、珍しいですね。いつもこの時間首都高行くこと多いんですけど、この先車線規制があります。はい、もうね、最近進路が多くてね、でもう土曜日だけなんですけど、明日はもう本当もう何も考えずに、本当にもう何も考えずに自然を感じていきたいと思います。しかしですね、よく流れてますわ。なんかね、ずっと青が続く感じ。夜だからいいですね、かなり。八王子にあるぐるぐるなんとかっていうあのリサイクルショップ、24時間のとこに着きます。そこで本をね買って行きますよ。いや、やっぱりね、寒いですよ、もう、ね、燃費はいいですが、今19度しかないです。いいですね、行きますよ。減速の時にブレーキを離して、あ、じゃあアクセル離してあげるとめちゃくちゃスムーズにね、減速しますね。もうマニュアルみたいな感じで、まあコツなんてね、これ乗ってる、まあこの SMG なんてあんまりね乗ってる人いないと思うんで、まあ参考にならないと思うんですけどね、まあやっぱりこれタイムラグありますんで、こうギアシフトチェンジボタンを押してワンテンポ遅れてアクセル離すんですよね。そうするとちょうどいい感じです。なんで機械が、あ、変速しそうだなと思った時に、アクセルを離すんです。まあ、どっちかっていうとですね、なんていうんですか、この一応これアクセル踏んだままでも大丈夫なんで、あのアクセル踏んだままで変速するとこうエンジンの出力がこう切られる瞬間がありまして、エンジン切られる瞬間、あ、来たと思ったらこうアクセル離すとちょうどいい感じでね、ショックなくシフトチェンジができます。あとはコツですね、コツというか慣れですね。ぐるぐる大帝、あ、見えない、はい、ぐるぐる大帝国八王子店、まあね、こういうところなんでね、リサイクルショップだちょっと店員さんの質があれなんですが、ここにね文庫本買いに行ったんですけど、まさかのないっていうね、コミックしか置いてないということです。なんでもうガソリン給油してパノラマ台行きますかね。ガソリン入れたんだな、あそこの橋にね。おー、超かっけー。よし、行きましょうか。モシビックとかでもいいな、あの維持費のかからない車乗りたい。はい、じゃあ行こう。ちょっとね、久しぶりのこの深夜の運転なんでね、ちょっと眠くなってきちゃいましたね。でもね、ちょっとね、このさっき西東京支部走ってたんですけど、ちょっとねやっぱ懐かしいですね。半年前までは西東京支部に住んでたんですけど、ですね、やっぱり走り慣れてるっていうのもあります。ちょっとやっぱ懐かしいこの雰囲気がいいね。およそ 300m 先、宮原交差点を右折です。わかりました。え、ここ、あー、これね、多分地図古いな。実を言いますとね、M6 でここ走るの初めてだなと思われます。同心の駅では有名なセブンイレブンで、ね、こっから始まると。いやー、かっけーな M6。 やっぱりこのクーペなのに大きいっていうのがね、いいんですよ M6。